健康運動指導士の長谷川です。今日は足の裏の感覚を良くする運動を紹介します。足の裏は体を支える、体の土台といえるところです。ここの感覚が良くなると体全体に影響して体幹も良くなります。運動前の体幹をチェックしてみましょう。組んだ手を引っ張ります。足の裏の感覚が弱いと踏ん張りも弱くなってしまいます。それではやってみましょう。まずタオルを2本丸めて床に並べます。丸めたタオルを踏んで、その上で足踏みをします。20回ほど続けましょう。運動後の体幹を見てみましょう。いかがでしたか？不安定なところを歩くことで安定しようと足の裏の感覚が良くなります。定期的にやってみてくださいね。健康な体と心を作りましょう。